せーの、サチアレ。在日20年以上になります韓国人キバルンと申します。よろしくお願いします。はい、本日はですね、皆様に重大なご報告が2つございまして、動画を撮らさせていただいております。いつもとは違ってめちゃくちゃ重大な報告になりますので、耳の穴取りまかっぽじりの、まず1つ目なんですけれども、私この方韓国に帰ることになりました。今までコロナに入ってずっと日本に住んでたんですけれども、急遽家庭の事情で韓国に帰ることになりました。でもまた必ず日本に戻りますので、その際は成田空港でファンミーティングしていただけたらな。そして二つ目のご報告なんですけれども、この動画をもちまして YouTube 活動を休止させていただけたらなと思っております。今日で実は YouTube を始めて1周年記念日なの。おめでとう。本当にありがたいことに、一番最初の動画からたくさんの愛をいただいて、最近ファンミーティングを開かせていただいたり、たくさんの方とコラボさせていただいたり、自分の公式グッズを出させていただいたり、お仕事をいただいたり、皆様のおかげで本当に充実した、自分の中でも一番楽しいって思えるくらいの充実した1年を過ごすことができました。本当にありがとうございます。僕も20代後半になったので、今後のこととか考える時間が今までないまま突っ走ってきたので、考えを整理する時間をいただけたらなと思っております。インスタグラムとツイッターは引き続き活動させていただきますので、もしよかったらフォローよろしくお願いいたします。という感じで、突然のご報告にはなってしまったんですけれども、本当にこの1年皆様にはたくさんの愛をいただいて支えてもらいました。本当にありがとうございます。ということで、もうここの家は最後かな。ここで撮影するの最後になります。この撮影もありがとうね。あなたもありがとうね。という感じで、日本でサチアレするのは最後かな。はい、ちょっと、はい、ちょっとなんか胸が、という感じで、どこのフィールドにいても皆様の元気の源の存在になれるように、私の方からサチをお届けさせていただきたいと思います。いきますよ、せーの、サチアレ。ありがとう。